ラグーザ。ラグーザは、イタリア共和国シチリア州南部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約7万人の基礎自治体、コムーネ。ラグーザ県の県ントである。旧市街にあたるラグーザイブラには、高期バロック様式の建物が多くある。バルディノートの高期バロック様式の町々として、周辺の町と共に、ユネスコの世界遺産に登録されている。 ラグーザとも表記される。ラグーザ市街は内陸に位置し、サンレオナルド国、サンタ・ドメニカ国に挟まれた広大な石灰岩の丘の上に広がる。コムーネとしてのラグーザは、海岸に至る広い地域を持つ。隣接するコムーネは、以下の通り、ラグーザの起源は、起源前千年以前にまで遡れる。一帯には古代シクリジ人、シチリアの語源となった民族の定住地が数カ所あった。 現在のラグーザイブラはおそらくそのうちの一つの上に成立したもので、定住地の名は、ヒブラヘラヤ、ハイブラヘライヤといった。古代都市は標高300メートルの丘の上にあった。近隣のギリシャ植民都市と接触する状態にあり、近隣の港かマリナのおかげで発展した。短期間のカルタゴ支配の後、ローマ人及び東ローマ帝国の管理下に置かれた。 東ローマは死を要塞化して広大な城を建設した。八百四十八年、アラブ人がラグーザを占領した。彼らの支配は十一世紀まで続き、後のルマン人が征服した。初代シチリア博ルチェーロ一世の子、ゴフフレードがラグーザ博となり、ラグーザを県都に選んだ。中世都市ラグーザは、シチリア王国建国に伴い十二世紀に創設された。 キアラ・モンテケの所領として、ラグーザは1296年に、モーリカと統合後も県討であり続けた。民衆の反乱が起きた後の15世紀に、市は特権を失った。1693年、ラグーザは巨大な地震で、大きな被害を受け、5000人の住民が犠牲となった。この大災害により市は広範囲に再建された。多くのバロック様式建築は、 この時期に建てられたものである。市民のほとんどがかつてのパトロチックにある新しい居住地へ移り、新たにできた自治体をラグーザスペリオレ、ラグザ・スペリオーレ,ラグスペリオーレ古代からある都市部分をラグーザインフェリオーレ、ラグーザインフィリリーと呼んだ。二つの都市は1926年まで別々のままであったが、時のファシスト政権によりモーディカと変わって、 1927年に二つは一つに融合して、県都となった。ラグーザには、以下の分離集落、フラツヨーネがある。ラグーザは二つの地区に分けられる。旧市街で標高の低い地点にあるのが、ラグーザイブラ、標高が高い場所にあるのが、ラグーザスペリオーレである。二つは、ポンティ国によって分割され、切り離されており、深い谷間には四つの橋が架かかっている。 その橋の中で最も名が知られているのは、18世紀のカプチーニ橋、ポンテデイ・カプチンである。サンジョバンニバッティスタ聖堂は、ラグーザスペリオレ地区の主要建造物である。聖堂は、古代都市、ラグーザの西部分に始まり、中世の城壁の下にある、中世の城は現在サンタアニーゼ教会となっている。最初、 以前より小さな建物が1693年自身の後に素早く建てられた。しかし、すぐにそれが不十分であることが分かった。現在の建物は1718年から1778年の間に建てられたもので、典型的な南シチリアバロック様式のファサードを持つ3つの入り口と彫刻物、聖母、マリア、洗礼者、ヨハネ、 福音者ヨハネを表した彫像などがある。円柱の上部様式には、当時のイタリアとフランスの流行がそれぞれ見られる、二つの時計がある。左側の高いカンパニエで、主楼もバロック様式である。装飾されたバロックの内部は、ラテン十字型で、本堂と二つの側楼は、金で美しく飾られた三つの中楼で隔てられている。どの円柱も、 宣霊者ヨハネを表す聖書の一場面が刻まれている。本堂のボールトと被災石はロココ様式の化粧漆喰で装飾されている。これはジュゼッペ・ジャンフォルマとジョアッキーのジャンフォルマの手によるもので、彼らはコーサローの壁岸にある二つの彫像の作者でもある。ドームは1783年に建てられ、20世紀になってから銅板で覆われた。側面礼拝堂は、 19世紀の多彩式大理石で装飾された祭壇で特徴づけられている。注目すべきは、戦士時代から後期ローマ帝国に至る6つの部門に分かれた展示をしているイブレアン考古学博物館である。ラグーザイブラはバロック様式建築が幅広く陳列され、数カ所の呆然とするような美しい邸宅と教会がある。 サンジョルジョ堂は建築家ロザリオ・ガリャルディにより1738年に建設が開始された。教会の代用となっていた建物は1693年地震で破壊され、かつての部分であるカタルーニャ風ゴシック式の入り口だけが今も見ることができる。ファサードは250段ある一連階段、どっしりとした装飾円柱、聖人像、 装飾された入り口によって特徴を付けられる。内部はラテン十字型で、二つの側楼は半円アップスで終わる。上部は1820年に建てられた新古典主義建築の広大なドームで覆われている。ラグーザ・エブラとラグーザ・スペリオーレをつなぐ幅が狭い通りはサンタマリア・デッテ・スカレ教会、15世紀から16世紀にかけ建設へ向かう。 この教会はとりわけ興味深い。1693年地震で被害を受けたため、教会半分はバロック様式で再建され、被害を免れた部分は、もともとのゴシック様式、右側廊にある3つのカタルーニャ様式入り口を含むのままである。地震に耐えた古い部分で最も新しい、礼拝堂にはルネサンス期の入り口がある。 礼拝堂は18世紀の数名のシチリア人画からの作品を所蔵する。サンテアニメデルプルガトリオ協会、魂の食材協会にはバロックの入り口がある。サンタマリアデリトリア協会は17世紀にマルタ騎士団が建て、カルタジローネ3頭器のあるカンパニエーレ、シュロ郎、マッティア・プレティが奉納した絵画を持つ。 サンジョルジョ教会はロザリオ・ガリアルディ設計のもと1739年から1775年にかけ建てられた。ファサードは円柱の列が特徴的である。再起保管室には価値の高い銀器が収められている。近隣のサンジュゼッペ教会にも小さいが同じようなものがある。サンタントーニオ教会はゴシック様式の入り口が 特徴のノルマン建築で、インマコラータ教会は、優れた14世紀の入り口を誇る。サンジョルジョ・ベッキオ教会には、カタルーニャ・ゴシック様式入り口のあるファサードがある。このファサード上部のレリーフには、ドラゴンを殺すセイゲオルギウスと、アラゴン王家の紋章である足が彫られている。イブレアンテイエムは、カップチーニ・ベッキ教会、サンジャ・コモ教会、14世紀、3。 ドメニコ教会の三つのパノラマが見られる。雑魚庭はバロック様式の建物でコリント式園中が美しくかたどられた鉄細工のバルコニー、女像中、グロデスクを支えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。